G2 第2回浜松記念引間の庄優勝戦4100m 競走に出場の選手をご紹介いたします。1番浅田慎吾、2番岩崎良一、3番高橋貢、4番佐藤麻也、5番鈴木博一、6番佐藤隆也、7番金子大輔、8番鈴木圭一郎。第12レースチャリロト杯 G2 浜松記念引間の庄優勝戦の発走でございます。本庄観戦の皆様には十分な状況を整いました。拍手が起こっています。スタートまで5秒を切りました。3秒前です。 G2 浜松記念引間の庄優勝戦スタートしました。無事走路でのスタート、真ん中から5番の鈴木博一が飛んできました。鈴木博一が好スタート、1番浅田慎吾はスタート残しました。その後2番の岩崎、4番佐藤麻也、内をついて3番の高橋貢が3番手に上がる。佐藤隆也も続けるか、インコースからここは中段5番手です。鈴木圭一郎は外に持ち出しています。7番手金子がその内をつきます。レースは2周目、8周回戦、10オープン半で10課で迎えている優勝戦。浅田慎吾今日もスタートを決めまして、先頭でレースを引っ張っていきます。7年前ここ浜松のグレードレース G2 を見事優勝していました。浅田が先頭、レースを引っ張ります。鈴木博一、乾いた走路を味方にしたい。2番手追走、3番手3番高橋貢、その後7番金子が4番手に上がってきました。6番佐藤隆也、鈴木圭一郎は現在中段6番手の位置です。先頭浅田、2番手鈴木博一、後ろからは高橋貢がプレッシャーを与えています。3番手、残りは5周回、レースは4周目です。浅田慎吾先頭をキープ、後続相手に粘ります。鈴木博一ここをかわしていけるか。高橋貢がここは少し外に持ち出しています。現在3番手、前は3人固まって、その後ろが7番の金子、そして6番佐藤隆也、8番の鈴木圭一郎、前6人が一段のようになってきました。残りは4周回、レース後半戦。ここまで先頭でレースを引っ張ります浅田慎吾、2番手鈴木博一、3番手高橋貢、内を狙っています金子大輔、現在4番手。ここで王者が仕掛けたぞ。王者高橋貢が一気に仕掛けたが、これは流れた、滑っている。鈴木博一が先頭にここで立ちました。高橋貢が2番手、金子大輔が3番手に変わっています。鈴木圭一郎は今中段5番手まで来ました。先頭鈴木博一、高橋貢がもう一度3コーナーで入ってきました。今度はしっかり回っていく。高橋貢が先頭に変わりました。鈴木博一初タイトルへまだ譲れない。残りは2周の終盤戦、金子が3番手、そして鈴木圭一郎がまだまだ諦めていない。8周回をフルに使うと宣言して上がってきています。ここで金子を捉えて3番手を除いている鈴木圭一郎、さあ残り1周間に合うか。先頭高橋、2番手鈴木博一、3番手が鈴木圭一郎で青旗振られてファイナルラップ。先頭3番高橋貢が突き抜けました。鈴木圭一郎2番手まで上がれるかどうか、しかしこれは2番手争いです。先頭3番高橋貢、今年歴代最多勝利を更新、そして3年ぶりにグレードレースのタイトルを取ります。高橋貢ゴールイン。王者が帰ってきました。高橋貢2021年の稲妻賞以来3年ぶりのグレードレース制覇。1654勝目、そして216回目の優勝。
不安定な走路コンディション、グレードレースで決めました高橋貢ぐ。2番手は鈴木圭一郎、そして鈴木博一の争い。鈴木圭一郎2番手、鈴木博一3番手。2連単3番8番520円1番人気、2連複3と8の組260円1番人気、3連単3番8番5番で7340円28番人気、3連複358の組み合わせ2180円10番人気。いや、高橋貢選手のウィニングランって本当に落ち着いていて貫禄を感じ、素敵なこのお手振りなんですよね。ここ浜松での優勝はだいぶ前になりますね。浜松で G2 を制覇した時以来ということですので、7年半ぶりぐらいですかね。かなり久々ということになっておりますが、ファンの皆様も激闘のレースにね、この天候回復でウイニングランと、そしてレースもしっかりと堪能できたというところでしたね。金網越しにたくさんの皆さんが高橋貢選手に手を振っていらっしゃいますけれどもね、この高橋貢選手にゆっくりとこうしてにこやかに笑って手を振られたらもうメロメロになっちゃいそうですけれどもね。それにしても今回すごいと思いませんか。初日どうなるかとかと思いましたけれども、そこからの立て直し、さすがですよね。まあ、優勝自体もね、はい、昨年5月以来ということなんでね、信じられないんですが、ただこうやって確実にこの優勝数、そしてもちろん勝ち星も歴代最多記録を増やし続けているということで、今回もね勝ち星3つ増やしまして、うん、すごいですね、優勝回数も1度増やして、はい、グレードレースのタイトルも1つ増やしたということになりました。いや本当にですね、素晴らしい走りだった高橋貢選手はもちろんのこと、8名の選手たちがこの不安定走路の中で絶対に勝ちたいんだと思うね、そんな気迫が伝わるレースでしたよね。車検を考える上で、ね、はい、相当悩んだコンディションではありましたけども、乾いたことによってまた幅が出たレースだったのかもしれませんね、はい、高橋貢選手が競争者のまま、今日は、ね、不安定なコンディションでしたけども、はい、最後は、ね、雨が止んで、うん、多くの方が花道を作るように本当ですね、高橋貢選手を迎えております、うん、いやまさに王者の行進でございます。どうぞ最後まで皆様お付き合いいただきたいと思います。高橋貢選手がどんなお話をしてくれるのか、もうそれが今からちょっと楽しみですね。そしてシャンパンファイトもあります、はい、優勝戦の表彰式どうぞご覧ください。さあ高橋貢選手が登場いたしました。皆様大きな拍手をお願いいたします。チャリロト杯 G2 第2回浜松記念ひくまの賞を優勝いたしました高橋貢選手です。さあそれではこれよりお話を伺ってまいりたいと思います。改めまして優勝おめでとうございます。ありがとうございます。およそ8年ぶりの浜松グレードレース優勝です。今の気持ち聞かせてください。やっぱりここに戻ってくると、皆さんの顔見れていいですね、はい、待ってたよという声も多く上がっています。さあレース直前に走路状況変わりました。優勝戦に備えてのセッティング、タイヤの選択は迷いましたか。もう完全雨の状態で出したんですけど、まあ中にはやっぱりちょっと変えてる人もいたので、まあそれほど乾かないであろうなと思ったんですけど、ここの走路思ったより早く乾くのでびっくりしました。そうなんです。さあそして試走タイム 3.56 でしたが、こちら手応えはいかがでしたか。もう試走はまだ雨だったので、すごくいい手応えだったので、それではレース振り返ってまいります。高橋貢選手、スタートは振り返ってご自身のご評価いかがでしょうか。そうですね、まあ広和君には行かれたんですけれども、まあ枠ですし、なんとか潜り込めた感じですね。そして道中もその鈴木博一選手との激しい競い合いがありました。どんな思いで走っていたんでしょうか。そうですね、博一君も仕掛けるだろうなと思ってたので、まあ、それを見ながら、チャンスを伺ってたんですけど、
ありがとうございます。絶対王者ここにありというレース展開見せていただきました。今シリーズ5日間振り返って改めていかがでしょうか。初日ちょっと皆さんに、ご迷惑かけたんですけど、まあ、2日目から、なんとか、期待に応えられる、レースができたかなと思ってます。はい、それではお集まりいただいた皆様へ、そして全国のファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、まだまだ、こうやって頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。高橋光嗣選手、優勝おめでとうございます。